ルール説明も不要だと思うんですけど、まあ、黒ひげ危機一髪がありまして、ともえちゃんはあの黄色いナイフ、私はあの青いナイフをですね刺していって、はい、まあ当たり前なんですけど飛ばしてしまった方が負けというまあ皆様が知っている黒ひげ危機一髪のルールでございますので、サトルさんはやったことあるんですか？黒ひげはね実はないんですよ。初なんです。私黒ひげジェンガならよくやるんだよね、うんでね、ジェンガは私、あのね、ともえちゃんも一緒に、去年一緒にクリスマスパーティーやったよね。はい。で、ジェンガやって、あの時はあのピアノの杉崎さやちゃんが最後、ジェンガを倒しちゃったんですけど、私意外とね、ジェンガはね、負けたことなくて、倒したことないんですよ、あんまり。そうなんですね。そう。よかった、ジェンガじゃなくて。そう、で、今日はね、ジェンガを最初やろうかなと思ったんですけど、あれ、一戦が長いじゃないですか、結構。ちょっと罰ゲームまでがね時間かかっちゃうということで、ともえちゃんジェンガも強かったよ、ね、ジェンガ強かったですよ、うん、ジェンガも強いし、こういう負けず嫌いでルールを簡単に説明します。まあこれが飛んだら負けなんですけど、1回で終わりだとちょっとね あまりにもあっけないので、3回飛ばしてしまった方の負けにしようかなと思って、よろしいでしょうか。罰ゲームはですね、お互いの嫌いな食べ物をですね今日は持ってきました。ともえちゃんが嫌いな食べ物、まずブルルルちゃん、プルーンでーす。プルーンでーす。給食で給食ですけど、それがすごい苦手で、はいはい、それ給食以来食べてない。給食で食べて以来もう食べてないぐらい嫌いな食べ物だそうで、うん、まあ、嫌いって言うとね、好きな方に申し訳ないんで、好きではないって言ってるでしょうか。そうですね。どの辺が好きではないんですか、これは。どの辺が。味がやっぱりちょっと苦手で、あ、きっと結構、ね、好き嫌いが分かれる味で、私はちょっと苦手な方。確かにね、まあ、プルーンってそもそもなんかあんま話題にも出たことなくてで今日ね、その罰ゲーム用意するときに、ともえちゃんが何がね嫌いかを聞いてでね、一応私はほらあの妊婦様なんで、やっぱお体いたわって、嫌いな食べ物であの健康上問題のないものありますかって聞いたんですよ。そしたらプルーンってきて、特殊な食べ物ではあるのかな、自分プルーンは食べれるんですけど、確かにこうもぐもぐ食べたいなって思ったことはないし、むしろそうですね、私もプルーン買ったのいつ以来か思い出せないぐらいな気持ちで、さっきサミットで買ったので久しぶりに買った気がする。好きな人はね好きかもしれないけどね。じゃあ私の好きじゃない食べ物、じゃあドゥルル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 ルなんか渋いんですよね、味が渋柿じゃなくて、なんだろう、柿も食べれる？大好きです。あ、大好き。なんかさ、妊婦さんにすごくいいって聞いたことある。あ、そうなんですか。柿ってすごく、こう妊婦さんにね、から栄養が取れるみたいな。もう買って帰ります。買って、あ、もうあの差し上げます、これも最後あの帰りの電車で食べてくださいもうそうでね、私もう一つ苦手なものがあって、椎茸。椎茸が苦手で、それこそ干し椎茸とか、もう多分ほんとこうちょっ と時を戻してしまう時をペコパじゃない、結構マジであの放送中止になってしまう可能性もあったんで、食べたことほとんどない、うん、私も同じだから、小学校の時とかに給食で出た記憶はないですけど、もうそういう時に昔故郷が山形なんで、山形で行って食べた時とかあったかなって感じで、それ以来もうちょっと無理だなっていう記憶しかないので、今日持ってきました。もしかしたら食べれるかもしれないけど、多分無理かもしれない、ね、罰ゲームってなったら、うん、丸ごと1個食べるっていう風に最近言ってた、ね、そう、お互いね、お互いちなみにあの結構大きいですよ、大きいよ、そうなんだよねあのプルーンのさ大きさに対して干し柿まんまありますから大丈夫かね、ちょっとこれ全部食べるってね、半分とかでもいいかも、
そうしようか。一口とか。じゃあ半分にします。頑張って半分食べます。ともえちゃんプルーン1個丸々ということで、ね。プルーンはね1個です。よろしく。これで1個です。1個ね。さあじゃあ早速やってみましょうか。じゃあ黒ひげ危機一発。どんな感じか、はいね。3回黒ひげを皆さん飛ばしてしまった方の負け。苦手な食べ物を食べるという罰ゲームが待っておりますので。じゃあ早速やりましょうか。どうせならサトルさんが食べるところをみんな見たいと思ってると思うので。いや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 、ちょっと私も絶対食べませんよ。さあでは行きたいと思います。じゃあじゃんけんで、はい、どうする負けた、どっちが有利。でもさっき1回目で飛ばすって可能性あるから、じゃあ最初負けた方最初だね。そうですね、うん、こうなんか先行が不利なイメージあるんで、うん、最初はグーじゃんけんぽい。やったこれ待って、1回目で飛ばすってことあんのかなよし、では行きたいと思います。私はね、青いナイフ、ともえちゃんは黄色いナイフです、はい、じゃあ行くよ。そもそもさ、どういう仕組みなんだろう。お互いね、ほぼ初めてです、黒ひげ危機一発。行くよ、じゃあ、はい、おー、危ない。じゃあお願いします。怖い意外とドキドキしますね。意外とドキドキするね、まあ、全部でナイフ12本あるんで6ターンかな、はい、1試合6ターンで終わっちゃうんですよこれさあでは行きたいと思います。おお、ちょっとこれなんか楽しいね、盛り上がる。いきます。はい、お願いします。なんか硬い、ダメかな、ここ。おーセーフ。さあ、では行きたいと思います。いきます。ガーおめでとうございます。思ったより早く1回目早く終わったな、マジか。第一試合はじゃあ、サトルさん、私の負けでございます。1ペケね、1ペケでございます。干し柿は食べるわけにはいかないので。なんかサッカーの PK みたいな。そうだね、緊張感が。今ちょっとちょうどねワールドカップが旬でその PK レベルでね緊張しますね。さあではでは第2試合、はい、いきます。1本目、はい、じゃあ真ん中からいこうか、はい、正面から。はい、おー、頑張りたいと思います、はい、おお、怖さあ、これ飛ぶのって1箇所だけなんですかね。1箇所だけです。ちなみに私1回テストしたのよ、家で。へ、1人でやったら、うん、案の定ね、11本ぐらいも刺さって。あ、そうなんですね。すごいね、1人で黙々とやってたんです検証したの。あー、強いなこれ、ともえちゃん強いな、これ。強いとかないですよ、これ。本当？運だから。運でしょ。こういう運はね、本当に弱いのよ。じゃ、毎回場所も変わるんですか、多分ね。そうなのよ、すごい。そうそう、どういう仕組みでね、どこ刺さってどう飛ぶのか分かんないんだけど、いやー、怖いな、これ。うおー、嘘早い。こんなはずじゃなかったんだけど、もうちょっと盛り上がろうよ、これこれもしかしてさ、3-0 で終わるパターンリーチです。いやー、ジェンガの時もさ、去年ね、クリスマスパーティーで、ともえちゃんと、あとね、他のメンバーとかとみんなで、ジェンガとかやったんですけど、いや、絶対負けないタイプなんですよ、私も。負けず嫌いだし。負けず嫌い。こんな早く決着つく？次、ともえちゃん飛ばして盛り上がってほしいんだけど、これは。すごいな。じゃあ、またともえちゃんから。はい。いやー、これちょっと待って、腰がきリーチ？リーチです。ちょっとこれ私今安心な気持ちで。やばい、まだね、自分飛ばしても大丈夫。サッカーでいうと 2-0 で負けてます今私ここから逆転もあるんで。そうだね、うん、いきます。えい、おー、ちょっと待ってこれ次絶対飛ばすじゃん私が。こういう時ね、私のいつもね、応援してくださってるリスナーの方とかは、ミキ空気読めってね、っていうのが流れてると思いますが、頼む頼む。おー、危ねー。おーし、いきます。はい、お願いします。
どうしようかな、結構迷っちゃいます。ここにします。よし、強いね、強いな。ちょっとこれ次飛ばすんじゃねえこれ。どうしよう、ちょっと本当にまだ10本刺したいですね。10本刺したいね。満面の笑みだよこっちは。さっきさ結構早く終わったもん、3ターン目とかで終わったからさ。さっきこの回で終わりました。え、嘘、2本目で終わったの。2本目で多分。これ決まりだねこれも。ちょっと弱気に、弱気負けないよ、ちょっとね、負けませんので。さあ行け、よし、 OK、 勢い大事、勢い大事、勢い大事だね、勢い大事。よっしゃ、よし、よし、よっしゃ。勢いとか言うから、勢いとかね、ちょっとこのまま、よかった。ただいま、2回1回で私はリーチでございますのでね。で今度私か、あ、なんか急にこれ終わったかもしれないさあ、いい感じに盛り上げて、もう勝利を確信してる。ここでともえちゃんが負けて 2-2 になるともう最高の盛り上がりなんで、絶対やだ。なんとしても私は勝ちたいと思いますんでね、勝ちをもらいます。おー怖いかな。よし、怖い。もう絶対食べたくないんで。私も食べたくないよ、干し柿は。ちょっとおーし、よしよし、やだー、よしやだ、よしよしよし、ここかな。えい、よし。まあね、11本行きたいよね。行きたいけど、11本行った場合はドキドキしちゃう。ともえちゃんが負けなんだ。あ、そっか。ちなみに、そっかそっか。おーし、よし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 。どこかな、ハズレは。この辺にしよう。よし、マジ、マイクあと3本しかないんですけど。さあ、白熱しておりますが、まだともえちゃんには余裕ありますからね。これ私これ飛ばしたら終わりなんで。確かに確かに。いやー、なんかどこも怪しいな、これ。なんか穴見て分かんないもんなのかな、これ。分かんないよね、これね。穴見て分かったら欠陥ですよ。確かに。穴見てね、なんかもう、こう、飛ぶ合図みたいのが、ね、見えちゃったらあれですけど。さあ、行くか。こう行きます、じゃあ。おーし、ちょっと待って。よっしゃ、なんか急に強くなってる。やばい。ね、それだけ食べたくないから、干し柿。どうしよう。ここで飛ばしていただきたいですね、もう。どこ飛ぶやつ、怖い。お願い、よし。結構刺さってる。マジ、残り4本。うわー、4本ね、4箇所しかないんでしょ、あと。あと4箇所か。え、どれ、怖い。いやー、ここで行こう、じゃあ私は。いきますよ。飛べ、飛べ。よし、よし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 、よっしゃ、やばい。待って、3分の1です、3分の1、3分の1。さあ、なんかバラエティ番組っぽくなってきましたけど、どうしよう。ここで飛ばして 2-2 になるか、次に私が飛ばして終わるか。どうしよう。怖い。じゃあここにしようかな。なんか1個と2個空いてるとかって、はいはいはい、1個の方するそうかな。ああ、なるほどね。いきます。嘘でしょ。次で命運が分かれる。なんでや、なんで飛ばさないの。こんなに刺さることあるんだ。あ、だからね、あと2箇所しかない、この2箇所ね。どっち、これ。怖い。そうだね、私が飛ばなかった瞬間にともえちゃんこの回負け確定だから。で、ね、飛べばサトルさんです。飛べば私が星垣回ってますから。あ、怖い。これ飛ばすんだろう、私が飛ばすんだろう。2分の1では行きますね。で、上で行くわ。上で行きます。あー、やった。強いね、ゲーム。いや、強いわ。3-1よ、3-1。あー、嬉しい。いや、すごい強いよ、本当に。クルーも回避しました。じゃあこれ持って帰りますまでね。やだな、これ。
トルさん星がゲット、イエーイ。じゃあいただきます。飲み物とか用意してなくて大丈夫ですか？飲み物はちょっとコーヒーを。あ、コーヒー。干し柿とコーヒーって合うのかな、これ。合うのかな。では行きたいと思います。半分ね、食べるってことね。半分ってことあれだよ、2個じゃないよこれ。半分で2個じゃないから、この1個の半分。もう、あ、匂いがもう甘いね。でも、あ、そうなんですね。匂いは甘くない？あ、いい匂い、美味しそう。ちょっとわからないですねじゃあいただきます。ちょっとね、さらに甘くなります。あ、そうなんだ、甘みが増すの、うん、これは食べれんの、この種は。食べれないんじゃないですか。種じゃなくて、なんだっけ、ヘタだもうそこすらわかんない、ヘタ取りますよね。ヘタは取りますか、これ、うん、じゃあ、1個食べます、頑張って。お、1個食べますよ、私。だって 3-1 で負けたから。いやこれヘタはとりあえず取んの。ヘタは多分、取るやつ。では、いただきます。どうぞ。キャジューシーな見た目です、ね、あ、無理だこれ、無理だったなんかすごい、あの、別にレポーターじゃないですけどなんか甘みが凝縮されてて、なんかこう、この星にはないものを食べてるわかりますね。この星にはない、なんか別の惑星にこう、なんかこう、たくさんなっているものを食べてる気持ち。そんなことはないですけど。そんなことはないですか、これ。いや、美味しいですよ。でも意外と食べれる。まあまあ、あの、食べなきゃ殺すって言われたら食べれるって感じもう。すごい、まさか1個食べるとは思わず。これはでも結構、これはなかなかですねなかなかこのなんかハイペースで干し柿をガッて食べるっていうことはあんまりないです。なかなかないですね、きっと。ちょびちょび食べて美味しいみたいな、うん、食べられないことはないね。完食。もうね、さすがです。これ無理だわ、もう全部食べたらちょっとどうかしちゃいそうな強いわ、やっぱり。わーい、すごいね。またでもちょっとやりましょう、黒ひげ。ぜひやりましょう。ちょっとリベンジしたいし。怖い。なんか黒ひげ危機一髪ってやっぱさ、こう2人でも楽しかったけど、うん、なんか何人かでさ、確かに5人とかでさ、黒ひげ危機一髪とか絶対面白いよね。ね、面白い。はい、完食しました。ごちそうさまでした。すぐさまコーヒーを飲ませてくださいさあ、では、はい、2部再開ということで、はい、じゃあ急いでセッティングします。あ、口の中がすごいフレッシュですね。すごいフレッシュだな大声に詰まんなければいいんですけど、うん、もう最悪じゃない、大声に口が詰まったら